これが今日のあれですよ。はい、キンメ病。カレーですか。カレーのお湯ですか。カレーはこれ豚骨スープを自分で取ってるとこですね。スープはー水、まあ、家庭のカレーの中はほら野菜で水入れてっていう感じじゃないですか、はい、そこを水じゃなくて、豚骨から、はい、豚骨本当に骨の豚骨を自分でベースにして、はい、カレーの粉を入れて練ってやつしてる。これはね、金目、これ金目見てるところ。で、こっちはあら汁。あらだし。これが今日のあれですよ、おすすめで出す。はい。うん、もうちょっとすればもっと色、色になってくるんで。そうなんですか。うん、はい、うん。もうちょい煮詰めて。はい。で、これ忘れて、はい、この仕事やってるから、忘れて、そうですとか。
あったよ。海鮮丼、いや、めちゃめちゃ美味しかったです。美味しかったですか？何を食べても美味しい。5、6回ぐらい
がおすすめです。あ、いやもう美味しかったです。もう生きててよかった。あ、地魚だてって炊き上げ美味しいですね。炊き上げね、うん、サクサクしてて、うん、そうですね、エビもプリプリで、うん、美味しかったです。炊き上げ定食を食べようと思ったんだけど、やっぱやめよう、3人じゃやめよう、うん、今度は大勢で来ました。メニューは何天ぷらですか。と日替わりと、はい、これを極上になりますね。こっちが日替わり、あ、
Thank you.
あ、弁当じゃないですね、ミックスエビフライ定食と、あと、まあ、ちょっとシェアする形で、あの牧場日替わり丼を、いただきました。ミックスエビフライ定食の方は、エビフライとあの刺身が乗ってたんですけども、エビフライの方が、まあ、すごく肉厚でですね、衣もサクサクで、すごく美味しかったですし、あのお刺身の方もですね、あのすごく肉厚で、あの、まあ、ジューシーで食べ応えがあって、あの美味しかったです。はい、牧場海鮮丼の方もですね、あの本当にいろんな種類の、あのお魚が、しかも脂身たっぷりで乗っていまして、もう本当に大満足の一皿でした。ありがとうございました。トマトも。あと。